Oh happy day, Oh happy day, Oh happy day, Oh happy day. When Jesus washed, 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 He washed my sins away. Oh happy day, Oh happy day, Oh happy day. 皆さんこんばんは。元ウエストエンド俳優の杉本智孝です。今回これはテスト版になります。配信をですね、毎週月曜日の夜9時あたりを予定しております。元ウエストエンド俳優杉本智孝のウィークリージャーナル。はい。2月3月、1月からですかね、留守にしておりまして、ずっと岡山だったので、ライブ配信ができずに、トークと言いながらトークができずに、一方的に動画を作って配信していたんですけども、4月からまた、サンデーナイトトーク、普通にライブ配信に戻ります。ですが、この動画を収録して、撮りためたのをなんかこう編集して、出すというのが、まあ何人かですけども、楽しみにしてますという声をいただいたんですね。そこで、じゃあこれは、月曜日の夜に配信定期的にしていこうかなと、このやり方で、そう思いましたので、4月、8日、月曜日からスタートになります。8日月曜日ですか？ですよね。8日月曜日 ?1 日月曜日だったから8日月曜日ですよね。はい。どうぞ、引き続きお楽しみいただきたいと思います。まあ、なんで月曜日配信かっていうと、やっぱりウィークエンドという概念で、土曜日と日曜日は繋がってるんですね。なので、日曜日まで、撮り終えて、それで、月曜日に配信する。まあ、これがいいんじゃないかなというふうに思いました。それに、サンデーナイトトーク、ライブの、トークショーの方は、元に戻ってですね、始めることが、また再開することができますので、これが一番いい形になるかなと思いました。なので、今現在私の方の、プレイリスト3つあります。飲みレポ、飲みレポ、サンデーナイトトーク引き続き、そして新たに、ウィークリージャーナル、スタートさせますので、3本とも、どうぞお楽しみいただきたいと思います。それでは、特別編というか、まあ、テスト版なんですけども、宙に浮いてしまった3月31日だけ、この動画をご紹介したいと思います。それでは私の2024年3月31日です。どうぞ。3月31日日曜日です。今日は岡山子ども未来ミュージカルハロルド2日目、そして千秋楽、今日はですね、旗振り台には行かずに後、楽園の周りの桜を見に行きます。ということで、今日は一人じゃない。おはようございます。派手。これね、今日からあの新シリーズなの。どういうこと？この動画は岡山終わるじゃん。はいはい。そうすると日曜日の夜ライブできるじゃん。そうですね。この編集じゃないやつで。ああ、生ライブで。そうそう。ところがさ、はい、そうするともうこれ撮らなくなっちゃうわけじゃん。撮る必要なくなるんでね。はい、それも寂しいなと思って、はい、あとなんか楽しみにしてるって何人か言ってくれた人いるから、あ、だからそしたらじゃこれはこれで、うん、まあ今日この配信までに名前考えてるはずなんだけど、まあ、トークじゃないから違うバージョンってことですか。そう、ウィークリーなんとかなのか分かんないけど名前つけて、元ウエストエンド俳優杉本智孝のウィークリージャーナル、毎週月曜夜配信です。まあ、そんなことにしました。なので継続して私の1週間シリーズはやっていきたいと思います。で今日 こちらあの歩き慣れてないので、あの路面電車
帰りでいいよね、はい、うん、乗ろうかなと思います。そしてもう岡山に来るのは今年はもうないかなと思いますね、うん、ので、まあ、子供たちのオーディションね年内にあるんだけど、まあしばらく来ないのでちょっと寂しい気持ちです。まあまああっという間ですよそうだね、また依頼されるでしょう。また来年のハロルドもよろしくってことで、よし、そのつもりでいいよ一応毎年毎年ね、任期が終わってそれから新たに、うん、依頼が来るというそういうことなので、また来年もやれるといいなと思います。いや、あの素晴らしい作品、あ、昨日見てくれたの、うん、本当によかったでしょ。泣いちゃいましたね、うん、俺も何度も泣いてるっていうか、あの稽古場で演出席で泣いてるから、うん、演出がね、やっぱり変わったところはね、うん、ちょっとドキッとして、うんうん、えってなって、おっ、でも思わず拍手しちゃったりね、ね、うん、笑えるとこも増えたし笑えましたねそう、はあ、来年どうなるか、うん、どんなキャスティングになるかね、毎年変わるんでね。そうね、うん、あの大人の人たちはもう全部ハマってると思ってさ、うん、本当にいい役者さんです。それぞれのキャラクターが立っててすごく良かったと思う、うんうんうん、結局 2.5 次元やってるわけじゃないからさ、うん、あの役柄っていうのはさ、もう役者さんが持ってるその元々のそのスタイルとか、うん、個性みたいなものが出るといいなと思って、うん、そうやって作ってるからさ、うんうんうん、だからね、それを生かすタイプですからね。そうそう、うん、それが自然だから、子供たちにもそういう風にね、うん、取り組んでほしいなと思って。今年のは今年ですごく良かったんだけど、うん、来年は来年のキャストでちょっとその、ね、みのるだって春だってそのクラスメートのみんなだってその自分らしい表現でね、うん、ステージでビシッとやれるようなね、うん、そんな経験をさせてあげたいなと思ってるんだよね、うん、それもやっぱり今回は大人の人たちがそういうもうお手本のようにね、やってくれたんでね、うん、だから来年も大人の人また変わっちゃうと思うけど、うん、また大人の人との出会いもあったからね、それも楽しかったね、うん、まあ、間接的に全員みんなつながってるんだけど、うん、一人通せばみんなつながるんだ、うん、そういう狭い世界ではあるね、うん、よし、あったかいんで桜も咲いてるでしょう、きっと。後ほど後楽園です。この先が入り口、一昨年行ったんだよね。行ったはず、ね、行きましたよ、今年は、うんうん、アイスクリームも食べましたじゃあこっちだよ、桜を見よう。これ桜並木なんですけど咲いてないんですよ。でもほら、今日日曜日だからお花見の準備をしてるこっち、ここ咲いてる、これよかった、おめでとう。ちょっと近寄ってみようか。あ、でもここから何本かは咲いてるね、うん、ほら、綺麗ですよね。走ってます。集合時間遅れそう。あれで走ってます。集合時間遅れそう。よいしょ。着いた。あれ。OK。集合。
田千秋楽行ってきます。このプロジェクトがね、ずっと永遠に受け継がれてきたり、また新しい展開、去年の主役が違うものっていう、すごいじゃないか、このグループは、このカンパニーは。そういうふうになんか、あのカンパニーごとがね、あのメンバーは毎回変わるんですけども、このプロジェクトごと素敵になっていけるといいなっていうふうに私からは思っております。長くなりましたが、本当にあの、素敵な体験を私もできたので、本当に出演者の皆様と、あの、保護者の皆様、そして本当に関係者の皆様に感謝しております。ありがとうございました。岡山子どもミュージカルハロルド、無事に全公演を終えました。全てうまくいきました。もう幸せです。本当にみんなが頑張ってくれて、成功することができました。今から打ち上げに向かってるんですけども、今日アップする、今日曜日じゃない、いつもアップしてる動画の編集が間に合わなくて、で今やっと書き出してるとこなんですよ。でここに手に持ってるわけですよ、この iPad ですけど、うわっ、あーよかった、あーびっくりした。これね、書き出してる途中で揺らすとまたやり直しになっちゃうんですよ。だからうわっ共有できませんでした。揺らすなんてやばいですね。これちょっと今日間に合わないから、間に合わないですね。今7時になるとこじゃない、で9時アップするのに、書き出すのに1時間以上かかると思う。それで YouTube にアップするのにもそのぐらいかかると思うから、9時は間に合わないですね。だから時間設定しないでもできたと同時に即開けちゃいます。まあどっちにしろね、今回内容がね、あの三竿山しかないんで、三竿山だけなんで、普通に仕事の内容取れないんで、話もできないんで、しょうがないんでね。だから全然内容が三竿山ラジオ体操オンリーですが、なのでまあちょっと時間もあまり気にせずアップしたいと思います。では打ち上げに向かいます。鳥金です。しかしここではない、打ち上げ会場に向かってます。打ち上げ会場は料亭というね、料亭なんですよ。料亭という名前の料亭なんですね。無事に岡山子どもミュージカルハロルド終了しました。全公演大成功でした。まあ本当各セクションの、スタッフよく、やっていただきました。誰も手を抜かず全力でした。出演者ももちろん、緊張があったとは思います。でも、通し稽古いっぱいできたんでね、あの大きな間違いする人はなくて、もう小さな間違いもあった、自己申告あるんだけど僕が気がつかないぐらいなんで、だからもう大成功です。全部の公演本当にありがとうみんな。こういうなんかこう素敵な企画プロジェクトに参加できて、本当に幸せだなと思いました。本当にありがたいし、演出もさせていただけるなんてね、本当にありがたいです。やりがいがありますね。はい、では打ち上げ会場に向かいます。いやー酔っ払った、なんかもう写真も撮り損なったけど、鳥金行きましたよ。鳥金結局、
あとは今日はホテルに帰るだけ。もう12時回っちゃった。あとね、あれ配信が時間設定できなかったので、結構そのまま乗っけて、そうだから結構12時ギリギリに乗っけた感じ、アップした感じですかね。ダメだ、酔っ払ってるとこ動画で公開するの恥ずかしいからやめよう。もうこれちょっと酔っ払っちゃったごめんね。若い女性だったら酔っ払ったとこセクシーなんだけど、62のジジイですからすいませんでしたね。サンデーナイトトークは引き続き、ライブで配信していきます。毎週ということにはならないかもしれませんが、配信した時にはですね、ぜひ皆様チャットなどで参加してください。これからもどうぞよろしくお願いします。ウィークリージャーナルテスト版でした。来週月曜日から本編がスタートします。ぜひともご覧ください。